時は大きいリボンをつけてました。これです。服は着てないけどリボンだけつけちゃおうっとジジジジ、私全然魔女の宅急便知らなくて聞き来たんですよ。そう、宅配ね、そう、あのほうき持ってきてなかったからみんなのところに止めなかった。イヤホン、これめっちゃでかいんですよ。全然ね知らないんです、魔女の宅急便。にわかの下ですわ、かわいい、ありがとう。あれなんか死ぬお山さんありがとう、カリコありがとう、なんかクマさん可愛くなってる、4つもありがとう。知らないのに、そう、なんかなんでだっけ、ファンの子がやってほしいって言ってて、おはようれありがとうクマさん。そう、なんかいろいろねやってみようかなって思ってて、どれにしようって見た時にこれが可愛かったからこれにした。そう、いろいろねあったの、やりたいのが。やっさんありがとう、くまさんペンライトみたいなの来た、かわいいありがとう。みさみさやりたかった、うん。ただね、ちびまる子ちゃんやってほしいって声があった。見て、アンパンマンのリンゴジュースですそう、誰とも被ってなくてよかった。そう、でもあとはアニメ系な感じでいこうかなと思ったけど、まあ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 、まあ、ちょっとねこれが可愛いと思って。ちびまる子ちゃんね、そう、ちびまる子ちゃんねやりたいな、もし次ある機会あったらやりたい。どんな魔法が使えますか、みんなのところに飛んでいきますともちんありがとう、くまさん全然くましても見えないんだよね、髪伸びた。毎回さ、あの配信の時に言われるんですよ、伸びてるのかな、もう分かんない自分じゃハコちゃんありがとう、クマさん剣がなくて泣いてるって、泣かないで飛んでいくね、じゃ魔法を使って飛んでいきます。キキのツイート見たって、やった。そう、皆さんキキのツイートにいいねとリツイートしてよ、可愛いからあれキキが可愛いだけだよ。ヤスさん、このハートなんだろう、ありがとう、猫みたいなやつ。しんちゃんもありがとう、みんな伸ばしてほしいって。私は本当は切りたいです、でもまあロングもしたいところなんですけどね。金メダル来た、ユミーだ、ありがとう。久々に読んでる気がする、全然読んでなかった、忘れていました、ごめんなさい。なんかこれコメントだけにするとギフト読めなくてついちゃった。かべちゃんありがとう。そう、本当はこんくらいにしたい、顎下くらいにしたい。くまさんありがとう、山さんゆうとありがとう、みんなくまちゃん大好き
この服本当は可愛いんです。でもね全然見せられない。見て、誰も褒めてくれない。新しい服なのに。ブー、似合いますか。みんな可愛いって言ってくれた。会場に着いた時にこれ結構短めで、私ハイウエストなズボン履いてるんですけど足めっちゃ長く見えます。ボタンが可愛いボタンが可愛い。韓国のサイトで買いました。まあ、やっぱ私はこういう服が好きなんですよね。黒黒で足を長く見せました。セブンにある白いたい焼きってあんこ入ってないだから食べれますあんこ苦手なの。でもね、美咲がくれた愛知のお菓子のなんかあんこが入ってるやつみたいなやつがあって、なんかそれあんこが入ってるから私食べれないって言ったんだけど、美咲が「いけるいける食べて」って言って食べたんだけど、めっちゃ美味しかった美味しかった。初めてあんこが食べれた。ちょっと、まあ、でもちょっとしか入ってないからビスケットの味が強かった。ゆうとメダルありがとう。黒だよもう。キャベちゃんありがとう。愛知のね、なんかねマジでクッキーみたいなやつ、なんだなんて言うんだろう、あれサンドされたちっちゃいなんかビスケットみたいな感じのやつ、美味しかった。なんか味がほぼしなかった、甘いなんかやつが入ってる中シルコサンド、あそれかもしれないな気がする。外羽、そう外羽、あの寝起きで起きたら外羽になりました。死んじゃう。うん、ほぼそんなに味しなかった。毎朝ね、毎朝っていうかよくさツイッターでさ、ありがとうこちらこそツイッターであの野菜ばっか食べてるからご飯食べてるって聞かれて、食べてるよでもねきゅうりとかなんか朝は軽めのものがよくて、もともとね私朝ちゃんぽんとか食べる人だったんだけど、昔みんなにドン引きされてたんだけど、今はやっぱダンスとかしたり、まあ皆さんとお話ししたりするので、ちょっとさすがにちゃんぽん食べたら気持ち悪くなっちゃうかもしれないなと思って、まあローソンとかねコンビニとかであのきゅうりとか野菜スティックとかなんだろうゾーンとか飲んでますね。思うやばい思うって言ってコンビニのふりでね。そうでもなんかある日じゃないと レッスンが始まったら食べないかも。レッスン始まったら多分時間ないから何になるんだろう。キュウリは続け入れたらいいな。ゾーンはなんか色によります。え、ちゃんぽんといえば焼きそばと焼きうどんを混ぜたやつだよ。え、違うよ。もうちゃんぽん大好きよ私。でもね、長崎のちゃんぽんみたいなお店があって東京で食べたんですけど、なんか冷凍食品の方が私は好きでした。なんか入ってるものがなんていうんだろう、冷凍だからこそ出る味みたいなのがあって、何を語っているのかわからないんですけど、ちゃんぽんは大好きです。あ、私ちゃんぽん大好きだよ。そう、好きな食べ物ちゃんぽんでって言ってました昔。リンガーハットって何ですか。天虫がかゆい。リンガーハットってなんだろう。
調べてみよう。リンガーハットとは。ちゃんぽん店？え、違うの？なんか長崎ちゃんぽん専門店みたいな。ちょっとわかんない。一回しか行ったことない。みんなしてお店のあれ。カルちゃんありがとう。メダル。あ、え、マジでわかんない。あ、そうなんだ。なるほどね。わ、金メダルありがとう。カリコ。ダミューさんがお世話になっています。アダミューさんお世話にしています。お世話しています。わ、レインボースターありがとう。いやもうミュとねジオンと LINE してるともうね夜中でも笑っちゃうんですよ。おかしいんですよあの子たちも本当に。もう昨日なんかな、なんだっけな、なんか いろんな話しててあのなんかいきなりジオンが6行ぐらいのなんか数字が入ったやつ送ってきて、なんかプラス50と0とマイナス50があるじゃんみたいな話してて、何の話って感じなんだけど、ちょっとこれにはいろいろ経緯がありまして、でもなんかそのマイナス50とかその50とかいう数字を見たらなんか数式にしか見えなくて、そう数式にしか見えなくて、でミユがそれ来た瞬間、いやいやちょっと頭痛いって言ってて、そうでね、なんか全然ね、あの私は理解できたんですよ。あ、あれの話ねみたいな、なんかあのなんて言うんですか、あのバーみたいなのがあるんでしょ、写真撮るときに、写真撮るときのなんかバーの話みたいなしてて、でそしたらなんかなんだっけな、なんかミユが全然違うこと言っててもうなんでこれわかんないのって感じのやつだ。で全然さ、なんかジオンが一生懸命説明したのに全く違うこと言ってて、ミユがそうバカだなと思って、和田ミユ帰れって送ったら、待って待ってそういうこととか言って、やっと気づきましたっていう話です。本当に面白い。昨日の夜中ずっと笑ってた。遅刻しなくてよかった。わ、みんなだるまとかありがとう。しんちゃんもありがとう。数字ね、ちょっとねおかしくなりそう頭が。そうジオンが変なの送ってくるから、もうね何の話してるか分かんないぐらい笑っちゃう。みんちゃん昨日大卒だから記憶力いいって、いやいやマジでね、大卒がねあのおかしいよ。じゃああれはマイナス50と0とマイナスプラス50のね意味を全く理解できなかったみゆちゃん、ちょっとおかしいですね。私が秒で理解できたのにみゆは理解できなかったんです。私はまだ高校も卒業してないですよ。あれ違う星に住んでるのかな、やばい。ムラッチメダルありがとう。みんなだるまとかありがとうございます。ふわが TikTok のアカウント作ったけど、もっちゃんは、もっちゃんは作らないです私 TikTok できない、わかんないんですよね、踊れないんですよ。ちょっとみゆちゃんどっちが賢い、私ですでもこじれんさんがねラジオの時にね、なんか頭いいみたいな話してて、頭いいですよって私が言ったら、いや同じ匂いがするんでって否定されましたピエン頭いいのに。インスタ始めようって、インスタね、インスタだったら私使い方わかるぞ。ツイッターマジでなんかやっと慣れてきたくらい、なんかツイッターでニュース知ること多くて、トレンドとかやっとトレンドの意味が分かってきたの私は。今までね、ない
トレンドってどういうことみたいな、なんで大阪のトレンドとかあるわけと思ってて、そうねずみのキャプテンは無理です。だるまありがとう、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。全然そう、ツイッターってなんかそんなに吐くものじゃないと思ってて、あ、なんかもう私的にツイッターのイメージはなんだろう、今コンビニ行ったみたいな、 LINE で送るようなことを書くのかなと思ったら、結構みんな普通に写真とか載っけるんやと思って、あ、そういう感じと思って、まだ SNS やってない、他のやってないっていうのあるんですけど、見てインスタを私は結構愛用していたので、つぶやくなんだつぶやいているの。グミッツェル食べたい、グミッツェル食べたい、ガンガン吐くもの、マジで。わ、だるま500個も来た、レオキーありがとう。お店なくなった、やば、マジかよ、悲しい。トレンド入りね、いつかね、ビッグになったら背のビッグしんちゃんありがとう。なんだっけ、くまさん、トヤリン TikTok デビューおめでとうみんな、なんかフーワは結構 TikTok 好きだからあれやけど、みんな多分 TikTok 見る側、見る線だから、昔でも私やってたんですよね、あの高校の友達とちょっと出しててバズりました。見たことあるかな、ないですよねまあバズったって言ってもそのなんかまあ芸のレベルなんですけど、もう見れないですけど、でもその動画ね、私もうなくて、そう見せたかった、なんだっけ、何を撮ってたかな、忘れちゃった、音源もめっちゃ簡単なやつなのに全然できなくてさ、そう TikTok バズりましたのか、やばいやばいやばい、そういうとこそういうとこ、おもちゃのアバター、おお、おめでとう、みんなゲットしてくれるから嬉しい。いや TikTok マジで可愛い子多すぎる、どのくらいバズった、なんか K とかあるじゃないですか、なんかなな何 K、 でもマジでそんな100まではいってないです、全然マジで、なんかうん、ちょっとあのレベル低いのやめましょうマジでやめましょう、なんかちょっとレベル低すぎてちょっと話にならん本当に可愛か、可愛いみんな TikTok は本当たまに見ますね、でも見たら止まんない、なんか犬しか出てこん私マジで、若くて無理って若いやんゆうとメダルありがとう、あごちゃんありがとう、まあ、1000じゃないよ、1000じゃないよ、ちょ待って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 、 1K じゃないからね、ちょっと勘違いしないでね、いくつだろうマジで、でも20なんとか K とかそういうレベル、なんか本当に3桁は言ってないけど、そうなんか友達と撮ったのがめっちゃバズってたけどね、なんかコメント欄、コメントっていうかなんかあの無断転載されて無断転載されてそっからやめましたえ、すごいん？よかった、なんかさ私のおすすめ出てくるのがさ、だいたいさ なんだっけ、あのもうなんか何百系とかそういうレベルだからさ、やった無断転載された、そう無断転載されて
なんかその多分普通に男の人とかそういう感じなんだけど、でなんか逆に無断停車しないでくださいみたいなコメント来て、え怖いって思ってやめました。やっぱ流行りだったからね TikTok、 けどもういいやと思って TikTok いっぱいフォロワーいたの、でも消しちゃったよ、うん、やっぱ見るのが楽しいね TikTok は。怖い話でしたね。ミフは始めたんだ、もうやばいやばいやばい、アラームめっちゃでかい、俺黒田フーアでやってるの？ある？え、なくない？あっ！わ、みんなありがとう、ギフトが。いや、さっき起きてさ、その、なんだっけ、9時半とかだと思ってて、え、無理じゃんと思って。そう無理じゃんと思ったら、あれ8時4と思って、インスタ昔はしてました、高校で初めて、そうけどインスタもフォロワーいたけど消しました、あのみんなの前で消した。多分みんな覚えてるかな、誰がいたかなあの場に、オーディションで受かって消した、だけど私が一番最初にあもういいやとか言って消したんですけど、ちょっとその後はぁってなってました。実はこれ美味しいね、アンパンマン、アバターやってれたって、やったー、そんな結構かかるんだ、なんかまたアバターみたいなのやってません、ショールーム。ムツバって帽子の食べ物、キュウリ。キュウリです、水分いっぱい入ってるんでキュウリです。ブドウめっちゃ、ブドウ美味しいんだ、678で同じアバター、あそうなの、スイカもセーブ、ラムネのやつさちょっと朝あの溶けちゃってさ甘かった、私美味しかったけど溶けてないうちに食べ飲んだ方がいい。富士さんありがとう、メダル、えキュウリなんか誰だっけ、アンジュとかが多分食べてて、それでなんか影響されて食べ始めた、おにぎりとかより食べやすいし、そう。カッパ？カッパじゃないです。美味しいと思ってでもキュウリ。そう。フワリンTikTok、私フワリンかな。私も後でフォローしよう。キキの写真ツイッター載っけたよ、見てくれた？そうみんな可愛いって言ってくれたからまたあげますね。ちょろちょろいんです私は、すぐ載ってるかな、載ってた、載ってますよキキちゃん。いろんな髪型にしたんですけど、このでっかいリボンのせいで何も誰にも気づかれなくて自分から言いました。1部が外羽で、2部がツインテールで、3部がハーフツイン、4部が普通になんかストレートにしてて、そう初フリップマジかよ、フワの話終わっちゃった。ももかんありがとう、メダル、
ね、昨日の写真そう、あの上げたいんですけど、2日連続でさお話しかやったからさ、今日のあげちゃったけど、なんだっけ、あの2部がツイン、2部がツインか、あ3部ハーフツイン、そうハーフツインだった、なんだっけ、あのなんか可愛い服着たんですけど、ちょっと明日くらいに乗っけよっかな、楽しみにしててね。久々に今日朝のツイート乗っけた。朝はほぼツイートする気力がないのでしなかったんだけど、しました。みんな朝って結構見るんだね。私は、あでも私も見るかそんな早い時間からみんなリプしてくれるから、次が浴衣なんでね、楽しみ。私も珍しくって、そうお話し会は早いんですよ。やりたいようにやらなくちゃ、学校行くとき、あーなるほどね、やっぱそっか、平日とか結構朝見てくれるんか。ちょっとね2個投稿すんのね、いつもね、そうしようとは思ってるんだよ、思ってるんだけど切れなくて、寝る朝来るの、たまに、たまにというか最近がちょっとね遅れてなくて、でも今日送った、この後も豆書いて送りますね、お豆も朝書きたいんだけど、夜中に送ろうかなおはよう言うて届くのはだから夜みたいな、夕方みたいな感じやから、おはよう来なくねみたいな感じなんですよ。あごちゃんありがとう、メダル、わツイッター見てくれたってありがとう。え予約投稿なんてできんの、やばっ、え神じゃん、え神じゃないそれ。いや思いブログいつあげようかな、ちょっと遅くなりすぎて、ちょっとなんかあげんのちょっと気まずいそう痩せた、本当に痩せましたか、私どうなんだろう、鏡で見たけど分かんない毎日自分の顔見てるから。えそうレイさん予約投稿のやつ、そうなんかどうのみたいな言ってたから、やばくない、え Twitter で釣られても、何で釣られちゃったんですか、マヤさんその顔ないですマヤさん目が開かないです、わあ無理だ、じゃアプリじゃないなって思ったら無理だな、マジでなんかバーンされそうすごい世界一って出てきた、クマさんありがとう、ヤスさんヨウタありがとう、外涼しい？嘘、ずっとエアコンつけてる。起きてさやばいと思って、また何時か分かんなくて、でも外暗いから夜かって思ってさっき時間見た、怖い、この時間が一番怖い、わ猫が来た、富士さんありがとう、ともちん、くまさんありがとう、目覚ましっていうか私携帯のさアラームしか使わないんだけど携帯のアラームはさっきかけんの忘れちゃって、アモンガスの実況を見てたら寝てた、やばいガチで、アモンガスの実況最強なんだけど、
最初買った時よりも多分暑いと思う。どうなんだろう、でも変わんないんじゃない、でも言ってもめっちゃ暑いよ。でもやばい、ちゃんと日焼け止め塗って出てます。モンガースハマってる。でも最近できてない、いやテラップなし、テラップ忘れてました。今さらって感じだけど、よいしょ。やばい、くしゃみ出た。江ノ島いいな、行ってみたい。行ったことあったっけ、一回あるかないかくらい。海行きたいよ、焼けるから行きたくないって行きたくないんだけど。え、レシートについてきたね、値引きなんてあんの、いいな。私普通に買っちゃったマリトッツォ、食べたことない、何それ。今日は水持って帰ってきてるよ、ほら。え、もう家にさ7本ぐらいあるんだけど、昨日のと冷蔵庫すごいことになってる。あの開けてすぐのなんかところに入れないとこれは倒れちゃうから、そこに7本ぐらい入ってる。やばいことになってますよ。メンバーの誰をモデルに写真を撮りたい、写真を撮りたい、誰だろう、誰だろう、メンバーの誰を、そんなこと聞かれてもな。和田美優で、和田美優ちゃんで、まあ、撮ってるんですけどね。迷いますね、そんなん言われたら。ちょっとおったら水がぶ飲み、そうだよね。いやでも結構なんだろう、写真はでもミュー撮られるの嫌いって言ってるから多分撮らせてくれないかな。そう、キキちゃんの服じゃないけど、前4本そういっぱいあるの今家に。ナミエさんか黒田風さん、そうやな、風はも鳥がやりますね、足長いし。いや、チオンはもう毎日撮ってるよ本当に。今日撮らなかったの後悔してます。キキとみんなキキだと思わなかったでしょ、みんなそうだと思わんかったから多分ね。え、コスプレだったらさ内緒のコスプレの方がいいんかな、言った方がいいのかな、どっちなんだろう。そう、言った方がみんな来たいのか、内緒にした方が来たいなって思うのか、どっちなんだろうと思って。サプライズ言わない方がいい、内緒がいい。あ、本当だ、内緒で OK、 内緒にしちゃうね。じゃこんなでっかいリボンの衣装もなかなかない、なんか北系のやつでかかった気がする。内緒がいい、内緒がいいって。わかりました、またコスプレあるときは。まあなんかショールーム見てる人はこれかなの予想は多分できると思うけど。わ、くまさんありがとう。山さん右利きだよ。よいしょ。足が痛いよ。
よしよしさんありがとう、メダル。カルちゃんもかわいい、ありがとう。アソライのコスプレみんなもしてくれるん？ディズニーアリスのコスプレ、うわ、しようとしてた。ワンちゃん、そう、ワンちゃんがガチになりました。これ本当にリボンでかすぎ、みんなびっくりした、画面に映った途端に。そう、今日のケータリングはチキンなんとかです。紹介していきたいと思います。こちらキュウリが入ってる、幸せ、後で食べようっと。よいしょ、そう、めっちゃリボンでかいの、美味しそうだって。そう、お弁当、今日は、昨日はあの、なんか持って帰んなかったかもしれない。チキン南蛮じゃないんだよね、なんかチキンの塩味みたいな、鶏かな。健康そうって、私が健康なの食べる、この前食べないメンバーとか。うわー、でもお米半分ぐらい残しちゃうかもしれない。でも家に帰ったら韓国海苔あるから、韓国海苔と一緒に食べる。アニョンだって、アニョン、アニョンハセオ、チョヌン、チョヌン、韓国語わかんない。イムニダ、結構豪華。うわ、そうなんや、最近結構じゃ豪華の多いかもしれん。こちゃんありがとう。くまさん何時だ、もう1時間ぐらいやったんかな、いつからやってたんだろう。あ、出てくるかな、2個携帯持ってるからさ、38分かな。あ、全然やってないじゃん、今誰がやってるんだろう。38分から、まあ、もうすぐ終わるかな。ご飯食べて何しようかな。ツイッターのリプ見ます。ドムワミも書かないといけないしね。そう、みんな仕切りを褒めてくれて、アンコールとかも言ってくれた方多かった気がする。そう、この間の YNN が良かったって言ってくれて、そう、私もめっちゃ楽しかったから、キャンプめっちゃ楽しみ。今日はキュウリで、なんかさ、みんながさ、もつかつでさ、キュウリ食べすぎてさ、なんか何紹介してんのってみんなに言われるんだけど。てかみんなが買うせいでさ、売り切れなんだけど、もう今日もなかったって。みんなが買い占めてるな、これは。ね、キャンプ楽しみ。やばい、マジで売り切れすぎ。なんかさ、唐辛子みたいな着てるんだけど、何これ。そう、今日ね、その難波の方で見たらなくて、家の方でもなかったし、そう、なんかジオンがなんか20分くらい前に着いてて、でその時は2本残ってたって言ってて、で私行ったらもうゼロなの。絶対みんな買い占めてる。そんなキュウリ絶対さ、人気じゃなかったやん。絶対人気じゃなかったって。そう、みんなね、買いすぎな件について、キュウリが大ヒットしてます今。みんなも買わないでくださいね。マジでなくなるんで。
わ、くまさんありがとう。もうこれから自分で作ろうかなと思ったりもしてます。無理なんですけど。いや今日2本しか買って買ってる買ってる。我慢して野菜スティックになりました。野菜スティックも結構なかったりするのよね。キュウリ栽培したらやばい栽培しないよ。なんかコンビニのキュウリが私おすすめしたんだけど、それみんな買いすぎて売り切れになってる話してる。いやキュウリマジでうまいよな。でもみんな買いすぎないでねみんなが買うから私の朝ごはんがなくなっているんですよ。あの一本だけ残しておいてほしいな。じゃあそうせめてキュウリのコスプレはないだろうミックスサラダ、サラダか。なんかさキュウリあれさ、なんか箸使わないで食べれるからいいなと思って。いいところ、しゃーなしって。夏はキュウリ、そう夏はキュウリだよ。カッパカッパお願い出てきてカッパさん。キュウリ、キュウリみんな本当にダメだよ。ツイッターでよく見つけるんですよ、いっぱいキュウリ食べてる子が。ちょっとみんなもうつかつはありがたいところなんですけど、キュウリを食べ過ぎないでください。800円のカッパ巻き、え高くない？あ300円だった高っ。いやちょっとね最近たこ焼き食べてなくて、たこ焼き食べたいなと思ってるんだけど、そこまで行くのがめんどくさい、めんどくさがり屋なので、そこまで行くのがめんどくさい。なんか最近も夜に起きる生活がおかしくなってるんで、朝なんかあって夜起きるみたいな多くて、ってかめっちゃ聞いてほしい話があって、めっちゃどうでもいい話なんだけど、学校のテストがあって何日からって予定来てて、いやともうちょっとなのになんで連絡来ないんだろうと思って、そう、そしたら1ヶ月ずれてた。これって私がおかしいのか。だからリハ期間やんと思って、無理じゃんと思ってたら1ヶ月ずれてました。イエイ完全にずれてた、やばい。よかった、でもずれててくれたおかげで。1ヶ月もずれてた、そうまだじゃんと思って、そうよかったんだけど1ヶ月ずれてたからちょっとびっくりした。何も勉強してなかったからよかったと思って。まああれだよね、コンサート終わったらちょっと私も勉強しないといけないので、みんな勉強に付き合ってください。頭いい方限定でそう、なんか前期テストがあって、いやー頑張らないと。そうだよ、赤点取ったら呼ばれちゃうよ、補習みたいのに。それだけは勘弁してほしいな。いくらでも教えるって。逆に教えて、無理だよ私に聞いたらやばいぞ。勉強するんだって、おい勉強するよ。なんかな、何が苦手なんだろう。なんか名前とか覚えられない。なんかさ
歴史じゃないのにさ人いっぱいない、なんて言うんだっけ、あれの何の科目だろう、あれだ、モンテスキューとかなんて言うんだっけ、あれ理科じゃなくて、え、なんて言うんだろう、倫理、そう倫理だ、倫理が人が多すぎて覚えられない、そう教室で居残り、私はすぐ帰る人だけど居残りしとこ、みんなが教えてくれるのもと。ともちんありがとう、くまさん待って、人物でわからないところ友達の名前書いてたわ、やばい最悪。私なんかなんだっけな、モンテスキュー、モンテスキューとか しかわかんないから、なんか当てはまりそうなやつ全部書いてたけど得点取れてるからいいもん。大卒の和田さんいけるかな、え、そう、え、同じ顔に見えてる私も、なんか誰が何した覚えられない、そう覚えるっていうか、なんて言うんだろう、ちょっと何の話かがついていけないというか、そう典型的なバカが言うことなんですけど、そうなんか結構多いじゃん。おもろいこと書いてたらまた減点されそう。日本史も世界史、うん、日本史ってさ中学くらいで全部やるやん、なんか第二次世界大戦くらいまでやるじゃん、だからなんかちょっとは記憶あるんだけど、さらに難しいのが高校ではあるから、そう深いことまで言われるとちょっと分かんない。じゃみんな頭良くない、ニュートンがなんとかって言ってる、いや私ね記憶力はいいんですよ、その覚えるのは、あの人を覚えるのは早いし、なんかなんていうの、何が好きとかも覚えるのは早いんだけど、なんかわかんないけど、あの勉強はできないみたい、なんでだろうな。悲しいよ、そう私も話についていけないよ。もう話かいは全然、こちらこそごめんなさい、そう電波とかそういう問題がね、やっぱお話かいはいろいろあるんでね、そう来れなかった人もいると思うんですけど。人を覚えるの簡単、マジでそれの、本当になんか好きなことはめっちゃ覚えられる、化粧品の道具とか服とかさ、なんであんなに覚えれるのに。留年しないよ、もうさすがに3年生もう一回はやだよ、何校で何番ぐらいだった、え何番だろう、中間、たまに上のもありました、体育とかは、体育はね一番早かったよ、わしこう見えてね、ちゃんと体育祭実行委員とか言ってた。マラソン大会はめっちゃ嫌いだけど、いやちょっと軽く行こっかなって言って全力で走ってるタイプの人でした。留年したら確かにやだよ、留年したくないよ、そう足は速かったけど、球技大会とかちょっと苦手だったかも。でも全員リレーとかはマジで、全員リレーはアンカーとかやったことある、
いやアンカーって最高だよね、かっこいい。そう、だいたい男の子がアンカーじゃん。でも私アンカーやったことある。抜かされたくないから、なんか内側走りすぎないっていう。曲がるときは内側走るけど、ちょっと邪魔してた、妨害してました私は。でも顔がブサイクになるからちょっとマスクしたかった。球技大会バスケとかしたかな。そう、バスケ好きだよ。こけるな、恥ずかしすぎる。私は男子にも負けたくなかったので。嘘じゃないよ、嘘じゃないよ。私はファンの人のこと大好きだよ。リレーってアンカー前も、アンカー前マジ大事。あのバトンがミスったらもう終わる、終わったって思いながら走るの嫌だから、ちゃんと成功してほしい。いっぱい練習するもん、バトン練習とか。まあちょっと、何時まででしたっけ、だいたい1時間いったかな。ランキング読みますね。噛みすぎじゃね。13位富士山、ありがとう。お供族ということは桃音さんの推しかな。ありがとうございます、桃です。桃音さんの今日チア可愛かった、ガチ可愛かった。12位レオキー、ありがとう。今日は来てくれなくて悲しかったです。シュンありがとうございます。11位ムラッチ、ありがとう、楽しかった。途中で切れちゃったからまた続きを話そうね、ありがとう。10位カルちゃん、カルちゃんありがとう。今日は全部切ってくれたんかな、4部までたくさん話して楽しかったありがとう。9位ともちん、ともちんとも会えた今日、ありがとう、楽しかった。ちょっと戻りたいねありがとう。8位小山さん、ありがとう、いっぱい話した、好きになったきっかけも知れたということで、これからもっと知っていきたいなと思いますありがとう。やばいやばいやばい、潰したらめっちゃ出てきた。7位カベちゃん、ありがとう、会いたいな、ちょっとそろそろ会いたいな、みんな。そう、お話し会とかであれだけど、そろそろカベちゃんに会いたいなありがとう。6位アボちゃん、ありがとう、いつもいろんなところに連れてってくれてありがとう。今度はドライブしようねありがとう。5位ゆうと、ヤッホン、今日は来なかったけど写真を載っけたのでぜひ見てくださいまたいっぱい話したい、ノープランでありがとう。4位カリコ、ありがとう、今日は4部だけだったけど楽しかった、話し足りないのでまたいっぱい話そうね3位10時桃、桃、今日はたくさん話せた、久々に顔が見れてよかったです来てくれてありがとう。また早く帰りたいかと思った、びっくり、早く喋りたいだった、びっくりした2位T494846、 ありがとう、見に来てくれてる、いっぱい、なんか意外と全部撮っててくれて、たくさん話せて嬉しかった、また会いに来てね、ありがとう。1位はチャカ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 、じゃん、カフェオレ、ありがとう、安定で1位でありがとう。今日もね、いろいろ話して、いつもショールーム1位すごって話したら今日も1位やった、ありがとうございます。
ランキングの、どうしよう、16位、あまり変わらない16位。お、16位、しんちゃん、しんちゃんありがとう、楽しかった、話せて、また話したい、ありがとうございます。夏楽しみ、ガチで思い出いっぱい作ろう。8月のお話し会よろしく、みんな楽しかった。ね、早く喋りたい、もう会いたいな、ね、8月の初めやから、コンサート前かな、からみんなコンサート頑張ってって応援してねみんなのために頑張ります。今日はキキのツイートあげたので、皆さんいいねしてね、4000人の方々5000ぐらいに来たらどうしよう。そう、みんなツイッターもいいねしてね。最近可愛さに磨きがかかってきたって、ほんまにね、会話た話してなかった。今日ツイッターで初めて見てから私あれも来た、ありがとうございます。写真もみんな保存してね後でモバメ送ります。みんな見てくれてありがとう。ちゃんとみんなコメントしてね、夜見るからちゃんと。ご飯食べます今日はお話し会とショールームありがとうございました。皆さん熱中症にはならないように、健康にも気をつけてください。あとキュウリは買い占めやめましょうおやすみなさい、みんな、みんなおやすみ、買い占めダメだよ、お疲れ様、みんなリップ待ってるね買い占めはダメです。